地図東京文化財研究所は、独立行政法人国立文化財機構の下部組織。東京都台東区上野公園に所在する。日本及び東洋の美術、伝統芸能、文化財の保存と修復技術について、基礎研究を行い、博物館や美術館などからの要請に応じて、技術指導や調査を行う。また、中華人民共和国、大韓民国、タイ王国、ドイツ、米国などの文化財研究機関と広く、学術交流も展開している。現、所長は、亀井信夫。1930年、黒田記念館内に設立された、帝国美術院附属美術研究所を前身とする。初代所長は、正木直彦。1947年国立博物館附属美術研究所となり、1954年、東京国立文化財研究所と改称した。1968年文化庁附属機関となるからは施設当機関。1990年、アジア文化財保存研究室が設置された。同室は1993年国際文化財保存修復協力室となり、1995年には国際文化財保存修復協力センターに発展、2006年に文化遺産国際協力センターに改称した。2000年、新庁舎が完成し、旧庁舎及び黒田記念館から移転、黒田記念館には展示施設が整備された。2001年4月1日、奈良国立文化財研究所とともに、独立行政法人文化財研究所に統合された。2007年4月1日、独立行政法人文化財研究所は、独立行政法人国立博物館と統合し、独立行政法人国立文化財機構が発足した。1924年に没した洋画家、黒田清輝から1924年が遺産の一部を美術の奨励事業に役立てるよう遺言したことから、1928年に黒田記念館が竣工された。1930年には同館に美術に関する学術的調査研究と研究資料の収集を目的として、現在の東京文化財研究所の前身である帝国美術院附属美術研究所が設置された。2000年に、東京文化財研究所が新庁舎に移ったことに伴い2階部分を中心に改修を行い、2001年9月に開館。記念館本館と書庫は建造物として2002年に登録有形文化財に登録された。2007年4月の独立行政法人国立文化財機構発足に伴い、黒田記念館は東京国立博物館の管轄となっている。2012年4月から耐震補強の改修工事を行っていたが、2015年1月にリニューアルオープンされた。ありがとうございます。